一流の人と話してるとさ、俺も一流みたいじゃん。ポンってやってキーンって金属音がする。木だよ。聞いたことないでしょ、そんなの。これ本当なんですよ。いや、俺嘘じゃないよね。インパクトの時にバットが飛んでかないように握る。やらされました。やった。こう持って小指から指を順番に。あ、そうだ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 、そういうことです。その通り。でみんなやっぱり気をつけるじゃないですか。で、カズはどんなバット使ってたんですか。長さで。俺はね、俺どういうバットって言われても、いや、なんか細めとか太めが好きだったとか、材質はこれにこだわってたとか。俺はなんとなく、やっぱり落合さんとか原さんにすごい憧れたんで、うん、原さんと落合さんのバットに近づけてくれっつって作ってもらった。それもうそれだったね。落合さんって最初から長、まあ、結構長いバットですよね。確かに落合さんね、最初実はねあんな長くなかった、前世紀ロッテの時代のバットも見せてもらったけど、ただグリップは細かったね。あ、長くなっていったのはだん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 、でそれもね、落合さんあんまりゴルフやらないんだけどたまにやるんだって、そうするとやっぱりゴルフもドライバーは長い方が飛ぶんだと、まあそうそうだね、落合さんが使うとね、だからバットも長くしようっつって長く少しずつなっていった。あれ元々で言うとだから、前田さんは何センチ、 85? いわゆる3半34 4ないぐらいですね。まあ、基本は34インチですよね。4インチ、はい、ベンちゃんは4の時と4半の時。あ、やっぱ長いな、みんな。カズは思い出せないけど僕、長嶋さんのバット結構長かったイメージがあるんですよね。あのグリップ側の方が一番細かったような気がするんですよ。そうですね、一番下は、はい、下の方。あ、じゃあう、ね、もうここのグリップ効かしてちょっと痛いぐらい、ね、そういう僕はイメージがあります。なんかいいね、一流の人と話してるとさ、俺も一流みたいじゃん。みんな見てるんだよ。いや、見てます。みんなカズのその細かいところも。知らない。俺はね、自分のこと忘れちゃったんだけど、バットの話で言うと落合さんって、まあ、これいろんな番組で言ってるんだけど、俺バット持ちやってたのよ、ジャイアンツの時。落合さんのバットの管理を常にしてたわけ。落合さんね、シーズン前に来る本数5本、キャンプ中ってこと。キャンプ中に来るのが5本、私が、落合さんって5本しかないんですかって言ったら、当たり前じゃんって言って、なんでか、折らないから。折らないから。で、落合さん折ったのは1年通して俺は見たことない。一本もない。ある試合中おったの。いや、まあ、あるかって言われたら一回実はありますね。あ、ある。あ、そうなんだ。一回おったとこ見てベンチ帰ってファウルやったの。うん、ガッシャ集まって、でベンチ帰って行って、何するかって。俺その時に驚いたのは、ベンチであのフィルムを剥がした。こうやって。ああ、そうそう。だからバットケースに入ってるバットにまだフィルムが剥がったままだ。まあ、もちろん乾燥しないとかいろいろあるから。それでも普通何本か持ってるじゃない、やっぱり、そう。それなのにベンチ帰って言ったかで、ベンチの前でこうやってフィルムを剥がして、はい、これでいいみたいな感じで。そうそう、だからまず絶対折らないっていう自信があるから、もう剥がしてないんだよ。普通はもう最低1本はもう剥がしてある、絶対、ね、絶対に、で、ある時にその4月ぐらいから、まあ、新しいバットを使って、俺は6月くらいだったかな、2ヶ月くらい試合消化して、ウェイティングサークル立って、一茂新しいバット持ってこいっつって、ウェイティングサークルから俺が呼ばれて持ってきたのよ。で、俺折れたのかなと思って、新しいのもロッカーにあんのよ。ベンチに持ってこないから、落合さんは。うん、バットないから。で、俺持ってきて剥がして、今古ちゃん言ったみたいに持ってったら、おじさんどうしたんですか、折れたんですかっつったら、いや、このバットの寿命だっつって、折れてないバットを寿命だっつって取り替えたの。っていうのがあって、で、後から試合終わって、いや、おじさんって、あれ折れてないのに寿命ってどういうことですかっつったら、寿命なんだよっつって、本人しかわからない、だからこのバットの役目っていうか、多分おじさん、まあ、最後の方グローブもしてたんだけど、手袋してたんだけど、まだ
ジャイアンツ来て最初の時は素手で握ってて、その時だったと思うんだけど、やっぱり素手の握る感覚が変わったんだって。うん、多分。え、感覚でその違いでこのバットは。そのこのバットはもう寿命だと。へえ。わかりそうじゃないですか。っていうのは。それは自分の感覚がちょっともう鈍ってきたっていうことじゃないんですか。バットの寿命じゃなくて。そうか。いやそれは早いな。そうかもわからない。でもじゃあとね、若干スプレーつけるんだよね。あ、そうなんですね。しかもね、おじさんね、スプレーつけるとこね、この2本か3本の部分だけなんだよ。うん、全部つけない。ここまで。でちょっとだけグリップエンドのここの部分とここの2本分か3本分とかちょこっとつけて、まあ、それがもしかしたらちょっとなんかこう違和感を出ちゃったのかなと俺は思うんだけど、まあ本人しか分かんない感性だからすげえなと思って。だって折らないで変える人って俺あんまり知らないんだけどいるの他に。え、ちなみに何本ぐらい年間で皆さん使ってたものなんですか。何本、ね、キャンプ始まる前に必ず10本以上は来ますね。箱でダースとかで来てキャンプにそれごと持って行って、でキャンプ中の練習で何本か折るし、で定期的にどうだろう2ヶ月に1回十何本来てって感じですかね。いや僕が聞いた話は若い選手は100本以上行くって言ってました。100本提供がだいたい1年から100本以上行って、で僕は結構少ない方って言われたんですけど年間で多分50から60本ぐらいを来てました、うん、まあ、練習用と試合用とは全部合わせて、まあ、それぐらいだと思う。だから1ヶ月2ヶ月1回ずつこう、うん、十何本ずつダースでくる、前田さんみたいにこんなずっとこんなやりませんよ、はい、僕は月に10本です、月月に10本、まあ、月に10本は収めてくれっていう最初の段階で、絶対月のもう頭に10分だけ収めてください、その中からいいのを何本か取るのでもうお返ししますっていう感じ。あ、でも音でしょ、いいの、まあ、音と、まあ、こうパッとこう握った感触ですね。なんかベンチでももう前田さんこうやってやってるのすごい、ベンチでもやってたもん、こうやってキャンプの時はキャンプの時はもうマスコットバットしか使わないんで、あ、基本的には前の年に残ったバットで紅白戦ではデビューします。あ、へえ、試合中とかね、前田さんとか打ち損じ、まあ、打ち損じファーストアウトになるじゃないですか。でこうベンチ帰るじゃないですか。ベンチ帰ってまずバット取ってこうやってようこうやってましたもんね。やってました、ようやってた、こうやってそうそうそう、ちょっと自分が当たったとことは、まあ、自分が当たった感触とその場所が一致してたらまあしょうがねえかなって思って、うん、へえ、すごいね、上に下に当たったとかちょっとこうずれてるなとか、うん、こう変なボールとのこうあれがあるじゃないですか、うん、黒いバットでよく分かるんですよ、うん、でそれが、え、そのために黒いバットなの？バットね、いやこれはもういろいろ白木といろいろ塗料とかもやってもらいながら、うん、最終的にはもうこの黒バットが一番感触が良かったのでそこで妥協しました。本当はもう僕も落合さんとして真っ白の使いたかったんです。そうだ、黒バットってあったな。ただもう感触が良くなかったのでもう黒に、白木の方が、あ、白い方が、はい、白い方が感触が良くなかったので黒い方にしました。レンちゃんはどっち、白だよね。僕は真っ白です。真っ白だね。僕は逆にマスコット使ったことないですね、練習でも。練習も要するに、まあ、材質は変えました、うん、あの練習はあの青ダモ、うん、え、青ダモ、青ダモ、青ダモの練習用で、ゲーム用はホワイトアッシュだったんですけど、グラムは同じの、全部バランス同じ。要するに感覚が変わるのがすごい、うん、逆に重たいバット使って変わるのがすごく嫌だったです。うん、なんか最近メープルとかも出てるじゃん。メープルありますね、まあ、最近というか結構前だけど、そういうの全然手が、メープルは硬くて詰まると痛いし、うんうん、弾かなかったですね僕は。でも弾きがいいんですよね、あれは。弾きいいって聞いたんですよ。力が強い選手は外国人なんかメープル弾くかなと、うん、メジャーとかメープルでしょ、使ってんの。そうです、まあ、すごいだからインパクト強いんで飛ぶと思うんですけど、ね、日本人の力だったら飛ばないと思うんですけど、逆にね、強すぎて、強すぎて、はい、じゃあ今もメープル使ってる人ってあんまりいないの、日本人って。ほとんどメープルじゃないですか今。青玉がもうないんで。そうだよね、青玉があんまりないもんね、まあ、中国産のね、青玉が中国産の青玉あるの、あるんですよ。でそれはさすがに僕も、してんだ、もう練習用はマスコット打ってましたし、で最悪はホワイトアッシュにテーピングを巻いて、うん、もう割れて使わなくなったやつをテーピング巻いて、こう今まで使ってた脱臼の反対側で打ってました。へー、両面で打てばあの耐久性がちょっと変わってくるんで。へー、え、それは数はなんかこう材質
気にしてたの？ごめん、俺全くわからない。ただ今前田君がそのバット選ぶって話あったじゃないですか。また落合さんの話して、はい、落合さんがバット選ばないんですよ。理由は5本中5本が全てトップだから、うん、選ぶ必要がないんです。ですね。で、俺もなんとなくわかんない。これね、俺も自分のやんないけど落合さんのやんだよ。すげえ音するから。ポンってやってキーンって金属音がするから。木だよ。木なのに金属音。それを一回こう、なんていうんでしょう、音声かなんかで聞く。聞いてみたいね。聞いてみたいですよね。全然違うよ。どんなのに違う。本当に違う。同じバットに見えるんだけど。一ダース持ってきていいのが日本に貼ってくれたらいいなと思って、月の初めに 10本お願いしますってお願いした。それもバット持ちとしてはすぐ教育されたの。お前こんなことやる必要ないよって。俺のところに来てるのは日本で一番最高のバットが来てるんだから。そりゃそうです。いちいち調べる必要もない。で、俺あと松井と原さんもやったのよ。うん、内緒で。どっちがすげえかなと思って落合さんが抜群にすごい。もう音は全然違う。本当にねキーンっていう音が余韻がね残ってねこだましてるみたいな音聞いたことないでしょ。そんな音これ本当なんですよ。いやいや分かるでしょ前田君。ほらこれは俺嘘じゃないよね。余韻がね残ってねこだましてるみたいな音聞いたことないでしょ。これ本当なんですよ。わかるでしょ。わかります。ほらこれは俺のことじゃないよね。誇張してないのよ。まあ大体テレビっていうのはまあもったりねするんだけど本当なのよ。これは本当なんですよ。で花さんはやっぱりあの何本かシーズンやっぱり20本とか30本とかが来た。でもそれでも多分すごかった、うん、へかちょっと休憩室みたいなところ静かなところ行っていくともう大体わかります。あこれはこれ ABC ってつけて手でこうボンボン。すげえなーっていう。こんな音するんだ木がっていう。そこのバットと貸してそれ。だいたい誰でも分かりますよ。そうだからまあ要はこの辺持ってこうやってね、はい、こうやってボーンでそれがボーンとかって言うんですよ。ジュアの鐘みたいな音するなとかってよく言ってましたけど、これぐらいの音程なんだけど。ジュアの鐘これもねスカスカのスカスカのこれアンポンタンバットですよ。すごい口悪いですよ。口悪いです。もうね全然これはね、まあ、これは普通ですよ。まあまあ普通。これね音じゃないです。これ落合さんのしかもう思い出としてないから。まあまあ普通です。思ったよりなんかこれいい方で。思ったより打ったら、うん、すごい打ったらいいなっていう可能性は十分残されてます。ああ本当に。結果としてその材質の良さは何がいいんですか。弾き飛ぶってことですか。要するに目が詰まっててやっぱり強いっていうのもあるし、あ、まあ、それは三人さんに解説した方がいい。俺は打ってねえからちなみに俺はあのキャンプの時に一番バット使いました。キャンプの時一番練習してボールを当ててたから。でも本当に音が高いよね。キーンっていうよね。あれはすごかったね。でもね落合さんは本当に打った時に金属音する時あるよね。カキーンっていうなんか本当打った瞬間にやっぱりパチーンとか、うん、なんかあるね。すごいあるよね。あれはやっぱり素手で打ってるのもあると思うんですよ。あ、素手で打った。素手で打つと打球音がまたちょっと高いんですよ。え、そうなの。はい、全然知らんわ。素手で打つとまた変わるんですよ。音が。へえ。そうなの。音高かったもん。はい。パチーンって言ってなんかすごい高い音した。芯食った時に変わります。あれ、やっぱ手袋した方がいいですか。その皆さんどうなんですか。素手で打つってなん。あのまあ。滑らなければ僕も素手で打ちたかったんです。ただもう結構手汗が出るんでこう動くんですよ。夏場とかはもうグッと動くんですよ。それがもうダメなんですよね。だから落合さんがすごいのはどうやって夏場とかこうやってでたまにこう打席のところ砂をこうやるんですよ。なんか音ってこうやってるね。これはスプレーをつけすぎたのかなんか分かんないですけどやっぱちょっと汗が一応出るんだあの方もと思いながら。落合さんは多分握力が半端じゃなかったんですよ。なるほど。で落合さんのなんか素振りって面白くて最初こう手を落合さんの話しかできないからですね。いや最初こうやって持って、うん、振る時に最初こうやって持ってて、うん、インパクトの時にバットが飛んでいかないように握る。インパクトの時にこのままだったら飛んでっちゃうからバット、うん、それを思いっきりずっとやって、うん、
結局そのやらされました、まあ同じようなんですけど、要するにこう持っといて小指からです、うん、あすいません、はい、そうですね、こう持って小指から指を順番にこうやって握って、そういうことです、その通りそうです、こっちからこうやって順番にこうやって握ったらいいです、そうそう、そうやってやれって言われたんです、こうやってこれで打ってみろって言って、それまあまあまあ当てる、これはできるんですけど、だって上手に本当になんか指がブルルンってこうやって動くんですよ、そう、まあ、その順え、でもその順に力を入れろってこと、それとも最初なんかこういう、でもお茶さん、まあ、テレビとかで見たらそれなりに握ってるもんね、そう、そ練習ではこうでも握力つけるのとインパクトをそこで強く自分 でインパクトの時だけはギュッと握るみたいな、ずっと握ってそれまでは多分ふわっとに、まあ、ふわっとというか、見てても落合さん一回こう指導する時にってこうやりますよね、こう握っててこういう感じに入ります、よく見てるな、こういう感じ、こう一回パッとこう緩めといてそこから指導するんですよテイクバックの時ね、はい、そうだ、確かにこれはもう確かにそうです、確かに、でも打つ時に握ってるってことだよね、打つ時は握ってます絶対、でその時がまあここでも握っててもいい、それダメだ、手袋するとそれは分かんないよ俺は、手袋をして松屋につけると聞けなかったです、強すぎて自分がそっか、こう緩めたい時にこうできないと思うんですよ、ガッとこう持っていかれる、自分でコントロールできないのが多分嫌だと思うんですよ、内田さんはもう自分の信じてるから、手袋みたいなの制限されてもしグッと持っていかれると、こう止めたい時にグッといったり、なるほど、であれやりつけすぎて空振りするとこう例えば有効骨とか怪我する人いるじゃないですか、あれスプレーめっちゃつけるタイプの選手もいるんですよ、だそれはそれでこう力いっぱい触れるんですけど、それはちょっとこう怪我にもつながるし、逆に力みにつながるっていうのがあると思います、そうスプレーたっぷりつけるとなんだお前って怒られるんですよ、そうそうそう、スプレーいっぱいつけるの嫌がったし、選手がつけてて、まあ、つけるなって、なるほどね、いや僕がやっぱりすごい天才だなと思ったら、もうやっぱりあの、ね、決め球待ち球っていうのは基本はもうインハイのこの頭ここから外にこう広げるっていうんですか、扇があってここを一番最初に待つみたいです、速い球だけど、普通のバッターここの速い球を行こうと思ったら要するに一番タイミングが速くしないと間に合わないじゃないですか、だからやっぱり絶対開いたりとかやっぱり難しいですよね、だからそのここを狙いながらいくらでも打てるっていうのがちょっと、うん、その感覚が分からないです、そうね、はい、こんなとこ目付けしてたら俺も1年目に落合さんの、まあ、内緒のバッティング練習を見たんですよ、これはもうテレビも入れないんだけど、こう構えてバッティングマシンでやるんだけど、正面にあるわけらしいね、ここにここの前に正面あって、ボン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 、今ベンちゃん言ったみたいに顔あたりなの、当たる場所が整体すんの、こうじゃないの、マシンが目の前にあって整体してボール向こうから飛んでくるんだよ、それをバーンってふ来るでしょ、ボン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 来るのを自分の軸をずらさないで、だから一茂ってちょっとこうなったら当たるよって、当たるよ、もう絶対にその場で軸でも回転させるっていうので、要するにまあ打つっていうか払うって言ってたよね落合さんは、それを延々ずっと毎日だよ、それスピードは何キロぐらいのマシン、まあまあそれはねさすがにね100、110ぐらい、100、110ぐらい、それでもまあまあ、いやでもねでもね俺ねもうやってもらう、俺ずっと見てたからもうやってみろって言われたの、怖くてできないよ、100キロ超えたら80キロぐらいやったらですね、うん、はい、でまあでもやったんですよね、やったけど何回この辺当たったか空振りして怖くて、横から飛んできたものは多分みんな練習してるから、うん、それ少年野球あの子供たちもできると思うけど、整体して打つってできる？まあまあ3人はできるだろうけど俺は全く無理で、ずっと見てたらそればっかりやってた、まあ、キャンプの時に ねキャンプでしょ、キャンプの時、ね、それが、ね、あのインコースの打ち方なんだって、はインコースの打ち方っつってたね、それは球界の噂なんですか、すちょっとした、そうそう、でもあの落合さんってあの練習基本非公開なんですよ、非公開で、なんかキャンプの時っていうのは全然こう一人だけいつもねドームかなんかにこもって、あの非公開でやるっていう時に
みんなが中で何やってんのって聞いた時に、僕もその噂でね、まっすぐのマシンをこうやって打ってるっていう話は聞いたことありましたね。俺バット持ちだから、うん、一緒だから、ずっとキャンプから、あと部屋でもずっと振ってたよ、キャンプ中。そう、お茶屋さん、それね、本当にお茶屋さんがいらっしゃるまでジャイアンツに一人部屋ってなかったんですよ。俺らの時まだ古ちゃんもそうだったでしょ、うん、相部屋だったじゃん、うん、落合さんがもう一人部屋じゃなきゃダメだっつって、それを多分契約に入れたんだろうね。で落合さんと、あと原さん、篠塚さんも、落合さんがなるからっつって、原さん篠塚さんも多分一人部屋になったのかな。で俺一人部屋に呼ばれるから、電話で、あのコーヒー持ってこいとかいろいろ漫画持ってこいとかいろいろあるから。で食事が終わって、落合さん夜間練習は行かないんですよ。若手は行くよ、うん、みんなあの宿泊地区でもずっと振ってた。多分俺が帰った後振ってる。だって次の日も手が全然違うもん、ボロボロだもん。でバットは常にあったし、部屋の中に多分2時間3時間振ってたんじゃないですか。へえ、毎日意外、キャンプ中。へえ、すごいね、うん、でもキャンプになると、練習になると、あの走るとかウォーミングアップとかも全然やらないの、あんまり。でももう最初からやったら体がおかしくなるからっつって、全力でやったらっつって、まずバッティングから、まずフォームから固めていったみたいな。さっきウルちゃんがまさしくあのボールを横に内角回る、うんね、あれまさしくあの多分落合さんのこと見て、なんかこう感じた部分があったって言ってたけど、俺すごいなと、それも落合さんから聞いてて、だから内角が、落合さんももう横、内角から外角まで横一線でやってるから、うん、内角がちょっと遅れたら右中間に行くと、うん、外のボールがやっぱりちょっと早めに引っかかると左中間に行くって話してて、真ん中が一番打ちにくいって言ってた。真ん中どっち行くか分かんないいう話をしてた。自分で迷うのかな、どっちに打とうかな、そうどっちに打とうかなっていうのがでしょうね、出るらしい。でしょうね。でしょうねってすごいね、みんな。いやいや、やっぱり真ん中わかんない。いや、僕は次元は違いますけど、なんか真ん中って意外とこうどう、まあ、僕は真ん中も基本的に絶対もう右中間方向なんですよ。ホームラン打ちたいんで。で、落合さんはどこにでも入るから、これをどこにもう放り込みたいかの差だと思うんですね。あとまあピッチャーの球威とかも違うと思うんですけども。あ, れまあ、あとはまあ変化球待ちながらだったらライト方向入れるでしょうし俺3人に聞きたいんですけど、落合さんこれも言ってたのね、インコースをフェードかけてフェアにするとか、外をドローかけてフェアにするとかって物理的にありえねえ気がするんだけどそれってどうなの、うん、あのね、インコースの球をレフト、まあ打ち方よ、普通に打っちゃうともちろん左から飛んでいくのを、それこそ先の話でちょっとポイントを遅らして、遅らしてガッとこう抜いていったら、たまたまね、こうフェードまではいかなくても切れずにまっすぐと飛んでいくっていうことはあるけど、それをわざと狙ってこうかけてっていうのは実はなくて、うん、で外の球は、まあ、ベンちゃんも右バッターだから分かると思うんだけど、イメージこう外の球を向こうからこういうイメージで、うん、そうそうそう、打つとそれしかないよね、パチーンと飛ぶこうはかかんないと思うよ。もうかかる、かかりそうな感じはあります。あるそれはすごいな。かか試合ではやれないんですけど、うん、あのロングティーでいつも練習します。あ、そうね、こうイメージね、引っ張って、うん、引っ張ってフェード、うん、で右中間方向ちょっと開き気味にドローが捕まるように捕まるように飛ばそうっていう練習はすごいしますね。すごい。ただかかりそうなんだけどもいかないかなっていうぐらいですね。大内さんは外をの球をライトへ引っ張るっていう表現、インコースを流すレフトにっていう表現をされてて、俺はどうすんの。でもね、確かに練習の時に、おじさんほら基本的にゆっくりしたボールをもともと打つから、うん、そういう風な感覚の時があるのかなと思って、やっぱやってる時あったよね。外をわざとウルちゃん今言ったみたいに引っ掛けてドローかけるとかフェードかけるとか。俺それで今思い出したんだけど、ヤクルト戦だ、はい、清原が五十嵐君から、うん、インコースから真ん中高めのまっすぐ打った時に
フェードかかってレフトスタンドに行ったホームラン知ってる？ああ、でかいよ。キャッチャーやってなかった？俺かな、ちょっと分かんない。ちょっとボール気味の、その時に清原くんが、オチさんがその話をやっぱりしてたから、清原に対して、オチさんが言ってたことができたっつったのまだ覚えてるんだよ。五十嵐くんからレフトスタンドの方に行って、本当にこうやってフェードで戻ってきてるの。ヤクルト戦。うわすげえなーと思って見せた。もう俺焼きやめてるけどね、多分その時なるほど、これを言ってたんだみたいな。あ、清原ができたってすごいな。前田さんは落合さんと会話した経験とかってあるんですか？まあ多少ありますよ。それは自分から。僕はお風呂場ではないですけど自分から聞いた、ええ、あ、まあ、オールスターとかいろんなこう昔東西対抗とかいろいろこうちょっとこう球団が代表で集まるようなゲームの時はまあ、しょっちゅう、だいたい席が一緒なんですよね。落合さんの近くの席が空いてるんですよあれなんでなんですかね。誰も行けへんやん。だから空いてるから大ベテランすぎて、いやもう出入り口なんか近いんですよ。しかもうわこれラッキーと思って座るんですけどねやっぱ落合さんいるんですよ。でだいたいもうそういうバッティングの話、まあなんか降りてきたら聞こうかな、まあええかと思いながら、思い出したら落合さんちょっととか言いながらですね、そういう話はたまに、あとはベンチに座ってる、オールスターの時ベンチに座ってる時とかに話をしたりしました。落合さん結構喋るもんね。喋ります、すごい喋る。なんかずっと喋る。テレビカメラ向けられたらあんまり喋らないんだけど、あの裏って言いますかね、結構喋るよね。もうすごいずまあやじったりもするしね。そうなんです、ね、そうそう、なんかなんだかんだとかこう軽い感じで喋る喋る、全然やるよね。あれでも落合さんのさ、こう山ボール、例えば、まあ、立浪とかもやってたよね。あ、やってますね。立浪も結構やってたけど、あの試合前って、まあ、そんなに時間ね、5分間2回打つとかそれぐらいのレベルのところでずっとあれ全然一個も生えても打たずに、うん、打たない。あれ僕何の意味があったのかよくいまいち分かってない。どういう練習ですか？え、だからいわゆるフリーバッティングって言ったら、まあそのね、山ボール投げる専用のピッチャーって言うんですよ。普通のピッチャーでこうピュッて投げて、そうカツンカツンでみんな打っていくんだけど、落合さん専用の人がいて、そうブワーンって、あのバッティングピッチャーが結構それなりに山なりのボール投げるって難しいの。難しい。かなりのストライク、ストライク入れない。かなりの山なりだから、うん、でバッティングピッチャーの人も嫌がるわけ正直言ってスッと投げた方がね、ストライク入るから。そう、俺なりの勝手な今のお話で解釈は、おじさんってあの調子悪くなると必ずノックバット片手にノックをするのよ。でしかもあの右手でボール上げて左手でグリップして、その上げるボールもだからテニスのサーブみたいにすっげえ高く上げるの。この辺でボールパンと上げて打たないの。でポーンって投げて結構高くやって、その間に自分がタイミングを取って打つ、結構でショートあたりに打ってって、ある時調子悪い時、バッティング練習の半分ぐらいそれ費やしたことあった。落合さん大体一番最後なんだよね、あのバッティング練習がね。でもまあそれでもまあビジターだったのかな、あれ中日球場だったと思うんだけど、ずっと半分ぐらい自分たちのバッティング練習の半分ずっとやって、たまたま日澤さんっていうコーチが近くでボールを渡してたのよ、落合さんに、うん、である時に落合さんができたっつってもうやめて、でバッティング練習ちょこちょこってやって、その日ホームラン打ったからね。だから多分ね、そのゆっくりなボールっていうのも、うん、俺なりの解釈は自分のさっき前田君が言ったみたいなゆっくりタイミングを取るっていうところの感触とか感覚を得るもんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね。これは分からないです。前田さんがそれ真似してやったんですか？真似してっていうか、まあ、キャンプ、まあ現役やりましたけど、ずっとキャンプの時はそれしかやらなかったですね。あ、そうなんですか、はい、それはもう自分室内練習場に行ってそこでずっとやってました。緩い球？緩い球、はい、そこで本当に若い、本当の若い時にそれ教わったんですよ、立浪さんにお願いして、ちょっと教えてくれますかねってちょっと怖かったんで、全然大丈夫前だ、行ってこいよって言って行って聞いたんで、それもずっと20年、22年ぐらいやりました。へ、はい、へ、そのもう遅いカーブマシンをずっと打ってました。やっぱりゆっくりですね、
それでなんかやっぱ気づくことがありました。まあ もちろんそれなりに自分なりに、あ、なるほどこういうことか、自分なりにこう勝手にね、いい方向に持ってきました。まあ、左ピッチャーのカーブマシンを自分で作ってこう、はい、左ピッチャーのカーブマシンのもう遅い球をもうこうデジタルで合わすじゃないですか、こうあれをもういまだにこう80の40とかやってんだ。やってました。遅いボールをね、野村監督が、はい、多分ミーティングの時フルジャンも聞いてると思うんだけど、落合は、野村さん曰くよ、落合はとにかくゆっくりしたボールしか打ってねえんだから、まっすぐは打てないみたいな話を した時あったの覚えてる、うん、変化球は強いけどまっすぐは打てないみたいな。でそれを俺ヤクルトの時に野村さんから聞いてて、俺ジャイアンツ行った落合さんと一緒になったじゃん。その話を俺落合さんにしたの、別に焚きつけてるわけじゃないよ俺聞いたら、それは一茂全く野村さん間違ってると、速い球を打つために遅いボールを打ってるって言ってた。それは俺は分からないそうなんですねやっぱりって言った。これはもうそこ解説してくれるのベンチャーしかいないからね、やっぱりね。そう、いえいえ、僕もそういう、僕は落合さんには聞いてないんですけど、僕は調子悪くなると緩い球を打ったんですけど、まずなんでかって言ったら、大体調子悪くなるときってタイミングが遅くなります。ボール見たいし当てたいから、で指導が絶対遅くなるんですね。で調子悪いバッターって絶対みんな指導が遅いんですよね。でやっぱり打ちそうなバッターってボール来る前にもう行きそうな、このなんか合うっていう感じのところってあるんですけど、やっぱ指導が早いバッターって絶対打てると思うんですけど、それの準備をするのに遅い球を打つと自然と指導が速くなるんですね。遅いボールをパッてこう打てないんで、だから僕はで特に一本足だったんで、遅いボールをしっかり軸足で待っていける用意をして打つ。で結局160キロのまっすぐ打とうと思ったら、指導を速くすると10キロぐらいのだったら150キロぐらいの感覚できるんですけど、例えば130キロのボールをすごい指導遅くすると多分160キロも170キロになりますよね。だからやっぱタイミングを早く取るっていうのは僕は一番バッティングの中で大事なことじゃないかなと思うので、ね、まあ、ちょっと、まあ、落合さんのその意思分かんないですけど、まあ、そこにヒントがあるんじゃないかなと僕なりの解釈です。まあ、しっかり引きつけて自分の形で打つためにっていう、はい、思い出すっていう意味で緩い方がいいってことね、はい、でも本間の山なりだったもんね、その緩い球というよりも、そう、もう山なりだもんね、もう、はい、小学生でも打てるボールだもん、ね、うん、あれをずっと打ってて、いや俺ね、その今和田君のタイミングの話なんだけど、そのゆっくり早めに取るっていうのはあるじゃないですか、うんうん、で俺落合さんと一番最初になんか、まあセ・リーグ移籍されてあったら、まあ、伊豆で俺4日間一緒だったんだけど、うん、その前に誰からか知らないけど、落合さん そのいやロッテ時代のサイバービジョンって分かる、動作解析みたいな、そうそうそう、あれの VHS で持ってて、ずっと見て、落合さんってどうやってタイミング取ってんのかなと思ってずっと見てたんだ俺、どこでどうタイミング取ってんのか分かんなくて、でその時は前線の時って結構ゆっくり取らないで早いんですよタイミングが、神主になってから早いでしょ、ここの高めが早いんですよ、すっごい早いの、早い、それで落合さん今ゆっくりタイミング取れって言ってるけど、前世紀の時って早いタイミング取ってましたよねっつったら、そうだよって、え、なんでですかっつったら、え、もうそれはもう体力が違うからって、でもうどんな打ち方しても俺は絶対打ったっていうわけよ。でどういうふうにやってたかっていうと、ピッチャーがこうやって投げてこっち着地するじゃん、これに自分のここを合わせたんだって。だからそれ多分ね、やったら分かると思うんだけど、ずいぶん遅いのよ、ピッチャーがここに着地の時に自分の神主からここのステップを合わせてやってみたの。俺もやったことがあったらそういうふうに言われて、全く打てないよ全然。だから大津さんはでも全盛期の時はそれで一番タイミングがあったんだって。でもジャイアンツ来た時はもっと早くステップしてました、さっき言ったみたいに準備指導は早くしてたっていうのはありました、ね、神主からこれそんな早かったっけ。早かったです、すっごい早かった。こう、ね、いつ時代ですかね、中日行った時はもう、うん、そう、それなりに遅かったですけど、うん、その前はもう早かったです、すっごい早かった。こんなに感動しなかったじゃない、ロッテ時代もうちょっとこの、はい、この辺で、この辺ちょっと脇締め気味の時もあったもんね、はい、そうそうそう、バット折りながらレフト前とか打ってました、その映像見てました、早かったですもん、もうパパッっていう感じでした。こっからすぐだよね、はい、すぐだったです、
ていう時が前線の時があって、そうか、よう見てんな。いやまあそれはね、研究はいろいろしました、あと球種は絶対言わないでくれって言われたんだよね。一時やっぱりその球種を解析するみたいな時が野球界も流行ってた時があって、まあ癖をもちろん盗んだりとかね、のがあったんだけど、落ちたんはもう絶対球種だけは言わないでくれって、逆球来た時に避けれないから、あへえ、うん、そういう理由か、だからそれも絶対言わない。だからあのよくほらチャートって俺らのぐらいの時から始まったじゃん、一、うんうん、回も見なかったよ。チャートって僕らあるんですけど、そのボールのその、まあ、分布図みたいなやつだけど、みんなスコアラーがミーティングの時に配るけど全くとかあった。すごいな、まあ、あんまり役立たないミーティングも多いけどねそれうざいんじゃないじゃないですか。いやいやいや、まあまあそれは見えない。でもあのまあもらえますよ、もらえます、それもスコアラーの皆さんもお仕事されてるけど